レッドスターを目指す男。あ、皆さん、こんにちは。スターを目指す男、アレックスです。310名のファミリーの皆さん、本当に皆さんいつも、ありがとうございます。あのす、いや、やっぱ革ジャン着たいですね。寒い時でもいっぱい服着込んで、革ジャンをジップをギュッて上に上げて着たいですね、はい。で、まあ、タイトルにもあるんですけど、今年はこれだけはやらない、1ということで、去年やってこれ良くなかったなっていうことをいくつか炙り出したんですけど、それはまあこの場をお借りしてこう、まあ、公言というかしていきたいなと思います。まず一つ目なんですけど、なんか自分ってもうかれこれ10年ぐらい何か気合を入れるときに、もうその時の境遇全無視、お金がないとか、お金ですね、お金がない時でも、よしこれを買えば明日から俺気合入る、これ買うぞクレジットお願いしますみたいな、で気合を入れてちょっと高い、まあ、服を買ってしまうっていう、その験担ぎというか、それやめようと思って今年は。なんかありませんか、皆さんも。ずっとこう怠け者してて、よしこんな生活もやだ、明日から気合入れるぞって気合入れていくぞ言い聞かせるために高いものを買ってしまう、そういった失敗ありませんか。結構あって、結構あります。お金ないじゃんお前つって、お前今買える器じゃねえだろお前つって、今年に入って本当に何も買ってないというより買えなかった、買えてないんですけど、なんかこれもいいきっかけだなと思ってます。こういう、まあ、いろんなお金が振り込まれない問題がやっぱあったおかげで、いろんなね、こう店舗の固定費をこう見直したりとか、こう今までの自分の生活をこう見直したりとか、掃除をしたりとか、結果結構ポジティブなことが多いんですよね今。めっちゃ多いポジティブなこと。なんで、最後まとめますと、今年はこれをやらない。その1、験担ぎで高いものを買わないと。気持ち、マインドセット、自分との戦いと思ってます。何も買わなくても、手ぶらでも、よっしゃ、よっしゃやろうじゃん、つって、パッション込めて、気合を入れて、瞑想して、お答えて目閉じて、なんか変な人みたいな、なんか変な人みたいな、まあ、お答えてリラックスして寝て、しっかり睡眠をとって朝早起きして、よっしゃ行くぞと、やったろうかなっつって、自分に勝ちたいなと思いました。物に頼らない、女性に頼らない、娯楽に頼らない、お金に頼らない、自分に頼る。以上、ハリウッドスターを目指す男、アレックスがお送りしました。それでは皆さん、失礼します。お願いします。